温かいベーコンを使ったパンサラダです。レタスは内側と外側に分け、一口大にして水に落としていきます。さっと洗ってザルに取ります。ペーパータオルで水気を拭きます。葉が折れないように気をつけてね。ベーコンは2センチ幅に切ります。フランスパンは一切れを4等分。フライパンでこんがり焼きます。焼き色がついたら返し、もう片面もカリッと焼きます。次はベーコンのドレッシングを作りますよ。ベーコンがカリッとしてきたら火を止めて、酢を加えます。跳ねるので気をつけてね。次に塩、胡椒、オリーブオイルを加えて、よく混ぜて、レタスにかけたら出来上がり。ドレッシングが温かいうちに召し上がれ。ベーコンの旨味がレタスに絡みつく意外な美味しさのサラダです。レタス料理のレパートリーが増えますよ。ビギナリー。レタスの種類を覚えましょう。レタスはキク科の野菜です。おなじみの玉レタスはバリバリした歯ごたえが魅力。生でサラダにしたりスープにするのもおすすめ。種類が豊富なリーフレタスは葉先が広がったタイプ。葉が柔らかく縮れています。サラダや付け合わせに向いています。焼肉でおなじみのサンチュ。熱いものを包んでも柔らかいのでお肉を包みやすいわね。レタスは日が経つと葉がしおれ、芯が変色してきます。芯を少し切って水に5分ほどつけると、葉にパリッとした新鮮さが戻ります。試してみてね。いつの間にやらこんなに増えてみんな来ちゃったみたいね。おにぎりはまだあるわよ。たくさん持ってきてよかったわ。次はレタスとアサリのスープ。青々としたレタスを生かしてきれいに仕上げましょう。レタスは一口大にちぎり洗っておきます。アサリは殻をこすって洗い水気を切ります。水と白ワイン、アサリを入れて中火。フライパンを使うとアサリに均等に火が通りますよ。ここからはアサリの様子をよく見ていきます。口が開き始めたらレタスを入れて、ミニトマトも加えます。レタスでアサリを蓋しましょう。アサリの口が全部開いたら塩コショウで味を整えて出来上がり。シンプルな味付けで優しいスープができました。アサリの旨味としんなりしたレタスをたっぷり召し上がれ。温かいうちに食べましょうね。詳しい内容はテキストを参考にしてください。今回の作品は体型をカバーしてくれるポイントがたくさん詰まっているワンピース。体型カバーのポイントその1、左右の脇に入れたタック。お腹周り